今シーズン初の無失点、長崎の意地を見せたアウェー徳島戦を振り返ります。攻守において大活躍、新加入の奥井選手を大特集。大分戦で見せた劇的ゴールもたっぷり解説してもらいましたよ。3連戦の最終戦、相手はここまでリーグ最少失点で無敗の徳島です。リファーレンは前節からスタメンを1人変更。ドバイカップから帰国した加藤聖が3試合ぶりの出場です。最初のチャンスは4分、米田のパスから徳良が狙いますが、徳島のキーパースアレスが好セーブ。これで得たコーナーキックから奥井がヘディングシュート。これはキーパーにキャッチされます。11分は徳島の攻撃、川上のミドルは富澤が弾き出します。22分はリファーレンのコーナーからエイジガラが強烈なヘッド。ここもスアレスにビッグセーブが飛び出します。入りそうだった、惜しい。その直後、カイオがテクニックで攻め上がると米田とのコンビネーションからシュート。しかし惜しくもポストをかすめます。これも惜しい。試合は0対0で後半へ。61分、クリスティアーノのクロスに合わせたのはエジガル。またしてもスアレスに阻まれてしまいます。67分、奥井から中央のエジガルへとつなぎ、そこから左サイドに展開。持ち上がった米田は徳良へラストパス。今度こそと思われましたが、ここでもスアレスが立ち塞がります。すごい鉄壁だ。終盤85分、徳島がカウンター。山崎が懸命に追いかけますが、相手のスピードが上回ります。そこからラストパスを出されたものの、奥井が相手をブロックし、富澤が抑えます。89分、左サイドからクリスティアーノがクロス、そして徳良がドンピシャヘッド。しかし、この日のスアレスは本当に神がかっていました。足に出る、すごい。いやもう入ったと思いますよね、これ。迎えたアディショナルタイム、徳島が狙ったヘディングシュートを富澤がファインセーブ。セクシュートも富澤、そして江川、懸命のブロックで防ぎ大ピンチをしのぎました。素晴らしかった、よく守った。両チームの堅い守備が光った一戦は0対0の引き分けに終わりました。得点こそ奪えませんでしたが、守備面では第8節にして今シーズン初の無失点。ようやく本来の長崎らしい守備の形を出したゲームでした。選手がとにかく、自分たちのサッカーというかハードワークというか、やろうとしたことをトレーニングでやってきたことをもう存分に出してくれたので、本当勝ちに値する試合はできたんじゃないかなと思いますけども、相手のゴールキーパーをもう認めるしかないかなっていうような試合だったかなと思いますし、ただ今季初めて無失点の試合もできましたし、一歩一歩かなと思いますから、これをいいきっかけに、次の試合に続けていけるようにやりたいと思います。おはようございます。オールビファレン、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ドローでしたけどね、これが長崎の持ち味ですよ。今季初の無失点、しっかり守りました、点は取れなかったんですが、相手のキーパーが、鉄壁でした。スアレス選手ね、あっぱれでした。あれ、ちゃんとスアレス選手でした。ダビド・デヘア選手じゃなかったですか。そう思うくらいのワールドクラスと言いないぐらいの、いや脱帽でした、さあここから上位浮上に向けてエールを送りましょう。ぜひチームへの激励メッセージをオールビファーレンまで送ってください。こちら後日クラブハウスなど選手に目に留まるところに掲示されます。ツイッターの
方はハッシュタグオール VV をつけて、メールの方はオール VV アットマーク NIB.JP まで送ってください。見てくれるかもしれないメッセージ、ね、はい、しそやさんから来ております、はい、試合前インタビューを受けていた江川選手が今日のキーマンになると思います。ミドルシュートを決めてビファーレンを勝利に導いてください、ね、守備の要ですしね、はい、今日来たい、まだまだメッセージお待ちしております。お待ちしています。さあ今日は強敵町田とのホーム戦です。大事な一戦を前に久しぶりに練習も公開されました。さあ町田戦に向けた戦い方、はい、そして意気込みを町田監督と米田選手に聞きましたよ。今週木曜日、全力で戦う選手を後押しする気持ちも込め、久しぶりに練習見学会が行われました。およそ120人のファン・サポーターが集まり、ホームで強敵町田を迎え撃つ選手たちにエールを送っていました。みんな笑顔ですね。いや、もう嬉しい、久々ですもん。サポーターもサッカー好き、かわいい、特にビファレンで好きな選手、お、来る、上中選手、来た。上中選手のどんなシーン見たいですか？ゴール決めるシーン見たい。勝ち点3、目指して頑張ってください。取りましょう。プレッシャーをですね、跳ねのけて、やっぱ楽しくサッカーをしてる姿を見たいなっていうんですよね。楽しくなんかサッカーしてる姿を見れればいいなって思います。ゴールも見たいし、失点を減らしてほしいし、 J1 昇格に向けて頑張ってほしいです。気持ちの入った試合を一試合一試合やっぱり積み重ねてもらって、最後にやっぱり優勝をできるようにチャレンジしてほしいと思います。その一試合一試合をその面白いサッカーをしてした上で、その最終的に結果的に昇格できたらいいのかなと思ってます。この日は町田戦を見据えた最終調整が行われ、ホームでの戦いに向けて全員が一丸となって練習に臨んでいました。今週は町田戦ということで、相手も力があってすごく前からプレッシャーをかけてくるアグレッシブなチームなので、それに対してのビルドアップ方法をチームとしてしっかりやっていきました。個の能力が高くて、あとコンビネーションプレーもすごく洗練されているなっていう印象があるので、まあしっかりとした守備を自分たちが構築しないと失点してしまうと思います。今までやってきたビルドアップ方法とは違うやり方をトライしているの で今日もその練習をやってすごくうまくいってたので、それを試合でしっかりこう勇気を持ってトライできれば、相手も多分分析できてないと思うので、いい形で攻撃の起点が作れると思います。そうですね、今日久々に練習公開でたくさんの人がこう見に来てくれて、すごく僕もモチベーションも高まったし、まあ、今週しっかりフォームで勝ってこう喜びを分かち合いたいなと改めて思ったので、まあ、たくさんの人がスタジアムに駆けつけてくれて、こうエネルギーをくれたらなと思います。今季見たチームの中では一番いいチームというか、好きなチームでもあるし、ちょっとこう類似したところもある、こう同じこう思考のチームかなというふうに思ってて、すごくいいチームだなという印象はやっぱありますね。手強いなという印象は強い、それだけに、まあ、我々もそれを上回る力の発揮というのが必ず予期されると思うんですけど、一番やっぱり気をつけたいのは切り替えの局面だとか、セカンドボールワークというか、セカンドボールどっちが拾うかとか、そういうところになると思います。もちろんセカンドボール拾ったところで相手はそこに対するプレスにものすごく速いし、向こうがセカンドボール拾えばそこからゴールに迫る動き出しが速いしっていうところをやっぱ抑える、そういうところがとにかく鍵になる。ホームでね、なかなかいい試合ができてないかなと思ってますので、まあ、本当に、まあ、スローガンじゃないですけど 100% の力を出して、で、まあ、いい時間帯も悪い時間帯もあると思うんですけど、まあ、いい時間帯で なるべくやっぱり点を取って、悪い時間帯は体張ってなんとか耐えて、勝ち点3を取れた試合をやりたい。それで、まあ本当はやっぱり皆さんと一緒にね、喜べるっていうのが一番僕らも幸せなことだし、ホームならではっていうことだと思うんで、まあ、そういう瞬間目指して頑張りたいと思います、はい。久
しぶりの練習公開だったので、うん、選手もこう後押しになったんじゃないかなと思いますよね。入ったと思いますよ、ガツンとね、はい、ただビルドアップの新しい方法って楽しみですよね。気になる、ね、はい。さあ現在3位の町田との戦いはホームゲーム今日、はい、午後2時キックオフですよ、はい、MSC クルーズデイということで今回もすごいんですよ。日本発着のクルーズなど豪華商品が当たるハーフタイム抽選会が行われます。そしてこちらももうおなじみですよね、キックターゲットも実施されます。ゴールを決めて MSC の豪華グッズをゲットしましょう。さらにワクワク広場のステージではビビ君の写真撮影会や初開催となるオペラのステージが行われます。試合前から楽しいイベントが盛りだくさんです。はい、そしてのびのびイベント広場では子どもたちが参加できるサッカーにまつわるアトラクションがスタートします。サッカーボーリングだったりジャンボサッカー体験など、いや本当どれも楽しそうなんですが、この中のスピードドリブルに選手が一足先にチャレンジしましたよ。どうぞ。誰？あ、来た。フレッシュですよ。お早い。あ、これやるんだ。さすがだな。おお。あ、でも早いよ。おお。10秒34点。おお。変わってたらダメだって。柳選手も。結構間隔が狭いですね。狭いですよね。あ、確実だ。うまい。磁石ついてる？うん、滑らか。あ、やっぱり。いやでも早い。1秒早い8です。本当。よし。ミスらないように落ち着いてやればいい記録出ると思う。頑張ってください。いや楽しそう。慌てないことが大事ということですね。選手の記録に挑戦したり集まった子どもたちでサッカーしたり、試合前にはぜひのびのびイベント広場で楽しみましょう。まえちゃんがスカウトのためにずっといるんじゃないですか。見られてるからですよ。さあ続いては新加入でここまで1ゴールサイドバックとして攻守にわたった貢献が光る奥井亮選手にチームのこと、そして長崎の街のことたっぷりいろんな話聞きました。今シーズンの新加入攻守においてすでに活躍を見せている奥井亮選手に伺います。ニコニコだ。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですよね。チームにはもう慣れましたか？もう、はい、だいぶ慣れました。長崎自体にはどうですか？慣れました？もう家も、はい、落ち着いて、まあ、生活ももう、はい、もう落ち着いた生活を送っています。長崎ってどんな雰囲気の街だなって印象がありますか？いや、これはもうどこにでも言ってるんですけど、まあ魚が美味しい。美味しいよね。それも一番感じてます。長崎に来られる前のチームの印象と、うん、実際に入ってから感じたチームの印象と何か変化みたいなのありました？まあ、そんなにこう、そう先入観なくていうか、うん、はい、フラットな状態でチームに入りました。キジリもそうですし、まあ、優勢もそうですし、まあ、本当に力のある若い選手が多いなっていうのはすごく入ってきて、はい、思いました。まあ、去年試合に出て経験を積んでるので、まあ、自信を持ってプレーしてますし、彼らの特徴っていうのがすごいこうはっきりしてるので、特徴を試合でもすごい出してるのが、まあ、すごいなと思います。長崎に来てから仲を深めた選手、仲が良くなった選手っていらっしゃいます？難しいですね。そうなんだ。でも最近あれなんですよ、あの上中朝日が僕にだけで当たりがきついんですよ。当たりがきつい。それはあのプレーの当たりじゃなくて人間的な当たりです。普段の会話から結構僕にプライベートの会話が朝日が俺の方がかっこいいでっていつも言ってるんですけど、朝日は絶対俺の方がかっこいいでっていう旦那ハグネージの方です。腰割と離れてるじゃん。そうですよね。なんか話し方も割と向こうはフレンドリーに来るんです。いや、フレンドリーってのはだいぶ上からです。上から目線。奥井選手がサッカーに臨むにあたって、うん、いつもこう気をつけてることとかモットーとして持っているものっていうのは何かありますか？試合においてはなるべくこう普段通りにこう試合のキックオフまでは持っていくように、うん、試合中はいつも通りっていうことをいつも意識します。それは流れも含めて自分の、まあ、サッカーをこう幼少期からやってきて、まあ、プロでももう10年やったかな、やってきて、まあ、本当にこうサッカーが楽しいからやってますし、まあ、毎日毎日こう成長したい
ていう気持ちを持っているので、まあ、練習から本当にこう 100% 出せるように、準備であったりとかは意識はしてます。長崎に来られて、で奥井選手を初めて知ったファンサポーターもいるかと思うんですけども、ご自身の相性がいいよって言うんですよね。ずっとそのあだ名で呼んでいただいて長くなるんですよ。いや、いいですよ、いいですよ、どうぞ。相性がいいにょって言うんですよね、うん、はい。これ、すいません、なぜ、どういうところから来てるんですか。長くなるんですよ、この話。いや、いいですよ、いいですよ、どうぞ。小学校3年生ぐらいかな。長いですから、あの、ずっとそのあだ名で呼んでいただいて、はい。まあ、僕個人としてはあの今まであの頭で被ったことがないので、まあ、いい仲間かな、ずっとそれで呼んでもらってます。え、でもなんで小学生の時にそうなったんでしょうか。じゃあまたあのまだの機会に話します。確かにコンティニューしちゃった。長崎のファンサポーターも奥井さんのことをいいにょいいにょって呼んで、もちろんいいです。じゃあ、 皆さんそういうことですので、奥井選手を見たらいいのと言ってください。いいの、いいの。大分戦で3シーズンぶりの奥井選手ゴールがあったじゃないですか。はい。いやー、まあ澤田選手があそこでボールを持って、まあフリーだったのでボールを読んで、本当にまあ、自分の中では吹かしちゃったらダメなので、最高、まあ、8割ぐらいというか2と1番しかしました。今のチーム状況というのは奥井選手から見てはどう見えますか。まあ、やっぱりこう金沢戦までは松さんのやりたいサッカーだったりとか、自分たちがやらなければいけないことっていうのがこ うまくこう試合で出てなかった、試合が本当に多かったと思うんですけど、群馬戦の前半の入り、前節の徳島戦の、まあ、本当に90分間通して戦い方は本当にこう、まあ、手応えは感じてますし、ここ2試合に関しては前向きに取られてます。例えばこれからどんどん上向きになっていくためには、チームにはこれからどんなことが必要かなっていうお感じになってますか。もちろん今のままでは足りないっていうのは、いろんな意味で、けどこう今やってることを本当にやり続けるっていうことが大事なのかなっていうふうには、まあ、そういう意味ではそこをブラッシュアップ、今やってることをブラッシュアップしていくっていう、まあ、本当にそこかなと思います。町田戦です。町田に関してはどんなイメージ持ってますか。すごいこうアグレッシブなチームだなっていう印象は、はい、持ってますね。まあ、特に、まあ、守備のところでは前からすごいこうプレッシングきますし、まあ、そういう切り替えであったりとかも早くて、まあ、すごい、まあ、結果も出てますし、まあ、勢いのあるチームなのかなと思います。ほぼ道監督が3年目なのかな。で、そうです。まあ、そういう意味ではね、いいチームがどん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 できてきてるのかなっていう印象です。なるほどね。私が言うのもなんですけれども、セットプレーがデザインが多いんですよ。気をつけてください。わかりました。いや本当に守る方としてはこれ結構手を焼くかなっていうのもちょっと感じてます。わかりました。よろしくお願いします。次の試合に向けての意気込みを、徳島戦でこう感じたこの手応えっていうのを、前からのプレッシングというのはすごいこういい部分が多かったと思うんで、そこからのショートカウンターだったりとか、まあ、そういうところは絶対に継続して出さないといけないですし、まあ、それが本当にこう結果につなげたいなっていうのが、最後にファンサポーターの皆さんにメッセージをお願いいたします。優勝して50万円上がるっていう、そういうな目標を本当に個人的には持っていて、まあ、それはまだまだこう達成できると思ってますし、本当に最後42試合終わった時に本当に一番上の順位で J1 に上がれるように、まあ、本当に選手はその気持ちで一生懸命戦いますし、ぜひ、ね、サポーターの方々も、まあ、ホームでもアウェーでも変わらず一緒の気持ちで戦ってもらえたらなと思います。では次回はいいよの
理由を30分間時間取りますのでよろしくお願いします。30分足らないかもしれない。わかりました。また次回よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ちょっとますます気になるんですけど、いやもうこれはね、いいにょと呼ぶたび気になってしょうがないんですけど、これは絶対に本人は語りません。だからうちのスタッフがね、関西の方に行って小学校の同級生に取材してきますんで、もう小3の時の同級生にね、はい、いや気になります。やっぱりね、こう試合の分析とかもねありましたけれども、はいはい、やっぱり町田戦は難しい試合になるけれども、ね、奥井選手のね存在っていうのがポジティブにしてくれると思いますんで、はい、楽しみにしたいと思います。期待してます。さあ、この後は5月のホームゲーム、楽しいイベント情報をお伝えします。なんとあのレジェンドからメッセージが、素敵な発表がありますよ。楽しみ楽しみ楽しみ。陽気が嬉しい春、ビファーレンはいろんなイベントを計画しています。今年のゴールデンウィーク、ビビ君はいろんな場所にお出かけ予定です。イベントにも参加するようです。詳細が決まったらクラブのホームページでお知らせされますよ。そして春のビファーレンはホームゲームのイベントも盛りだくさんです。5月8日のベガルタ仙台戦では長崎ベルカとコラボした企画が行われます。さらに今年9月23日に開業予定の西九州新幹線ともコラボした T シャツが来場者先着1万人にプレゼントされます。どんなデザインになるのか今から楽しみですよ ね。さあ、さらに5月5日がビビ君の誕生日ということで、5月14日の大宮戦でビビ君デーの実施が決定しました。詳細はビビ君のインスタライブなどで随時発表しますので、こちらもぜひお楽しみに。楽しみに楽しみといえばですね、はい、私たち3人もですねもう来週の放送がもう待ち遠しくて、はい、もう早く1週間後来てくれないかなって思ってるんですが、はい、来週はスペシャルゲストが登場です。今日はその方からメッセージが届いてます。この方です。ビファーレン長崎アンバサダー兼アカデミーロールモデルコーチの玉田圭司です。来週16日の放送ではスタジオにお邪魔させていただきます。アンバサダーとして初めての仕事なので、とても楽しみにしています。まずは今日の町田戦、皆さんで応援しましょう。いや、ということでね、玉田さんですよ。生玉田さん、そうですそうです、アンバサダーとして初めてのお仕事で、嬉しい、オールビファーレンの初仕事、そうなんですよ、ありがとうアンバサダー。ということで玉田さんへの質問とかメッセージもね、はい、させていただければと思いますし、答えていただきましょう。根掘り葉掘りいきましょうよ。気になることいっぱいあるんでね、顔がね変わらないんで現役時代と、だから未だにトレーニングとかされてるんじゃないかと思って、いきましょう、ね、皆さん質問お待ちしてますね、はい、はい、さあメッセージを紹介します、はい、たくさんハルキーさんからはですね、先日の練習見学行ってきましたということで、選手たちもみんないい雰囲気だったので、今日は必ず勝利をつかみ取ってくれるはず、さてスタジアム行ってきます。行ってらっしゃ いいですね、はい、そして、はい、キノピーさんからはトラスタでしか味わえない興奮と感動をみんなで分かち合う日にしましょう。今日は何が何でも勝つ、何が何でも勝ち点差取るぞ。そうなんですよ、やっぱ皆さんね、あのもうスタジアムに行きますとか、はい、楽しい試合が見たいですという声をたくさんいただきました。奥井選手は何ですか。奥井選手ありましたよ。いいにょは俺カレーさんからはですね、はい、いいにょと呼んでもいいにょ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 由来は気になるけどいいにょ
にょ。奥井選手今日ゴール決めちゃってもいいにょ、ね、ということで、さあ今日はですね、現在3位と好調の町田戦、はい、午後2時キックオフです。絶好の天気、この完全日和ですよね。ちょっと紫外線対策もして、気温も上昇、そしてビファーレンも一気に上昇といきましょう、はい、オールビファーレン、また来週です。